ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今ちょっと何曲か歌って少し疲れてきてはいるんですけれども、この辺りでコーディネート紹介させていただきたいと思います。現在43歳、都内で同じ専業主婦をさせていただいております。ほとんど結構頻繁にですね、最近ちょっと毎日ぐらいかもしれないんですけれども、美食女ライブをやって、そしてコーディネート紹介をやって、そして美食女ご飯をご披露しています。はい、今日のコーディネートなんですけれども、ちょっと画面を見て驚いちゃったんですけれども、やっぱりザ・膨張色。膨張色でまとめて、やっぱりなんか色ってすごいですね。着てる色で太り具合がすごく変わって見えちゃうなと思って、私結構こう黒とか、もう黒いタイツとか履いたり、黒っぽくしちゃうと、もう結構ね、ガリガリみたいな感じに、やっぱ痩せすぎて見えちゃったりもするので、それも嫌なんですけれども、やっぱ今日は膨張色着てるので、ちょっといつもよりふっくらして見えませんか？ね、やっぱりすごい着るもので、すごい体型もいろいろ変わって見えるんだなって思っちゃいました。うん、で、今日はね、もう、またでも同じワンピースでも黒いタイツを合わせて、黒いブーツとかにするともっと締まって見えると思うし、いろいろだと思うんですけども、まずこのワンピースもこう、ちょっとこう、バルーンっぽいというか、袖も膨らんでたりとか、丸みがあるデザインなので、可愛いけど結構ふっくら見えると思います。まあ、でもこのワンピースの気に入ってるポイントとしては、ここ、これですね、くびれは綺麗に出るんですね。シェイプされてる。このちょうどいい、このボワッとしたシルエットの中の、このウエストラインが綺麗なんですね。なので、それが気に入っています。こちら、リリーブラウンのワンピースです。これ今まで多分何回も着てて、今日重ね着してるんですけれども、1回目に着た時は多分、秋とかそのあたりに、もうな少し涼しくなりかけた夏の終わりか秋ぐらいに着たような気がするんですが、その時はもう1枚でね、着て、もう、このボブ丈みたい、ボブ袖みたいな感じで着てたと思います。で、2回目ぐらいに着た時は、多分なんか、その時はね、黒いインナーみたいな、黒いハイネックみたいなの合わせて、重ね着にして、下もなんか黒っぽい、ブーツとタイツとかで合わせてたと思うので、今日よりはね、どうかな。少し今日より、ちょっとこう、シャープさが出たかもしれないけれども、まあ、こう、結構重ね着なので、やっぱこの、シルエット的に、いつもの私よりはふっくら見えてたかなと思います。で今日は本当に全部膨張色にしちゃったので、多分昨日の動画とかその前ショートパンツのとかと比べちゃうと、ね、でも1日しか経ってないのでね、1日で太るわけないから、ほとんど体型的には私そんなに変わってないはずなんですけども、すごい見え方が違うと思います。多分ショートパンツとか履いてたりとか、黒いタイツ履いてるときはすごい痩せて見えると思います。で今日はちょっとふっくら。いつもより見えるんじゃないかなと思っています。ね、いかがでしょうか？面白いですね。こうやって、自分でも見ると面白いなと思うし、皆さんが参考になればいいなと思いますね。で、これ白っぽく見えるんですけれども、もう淡い、かなり淡いベージュのオーガニックコットンのタイツ。もう多分なんか調べて肌に優しいタイツとか調べて、買ったちょっといいタイツ。オンラインかなんかで買いました。で、こちらが、いつも履いてるアンテプリマのスウェードブーツの少し形違いのスウェードのでも似たようなデザイン。でもこっちの方が多分ヒールも低いので、ウェッジソールみたいな感じのがインソールで入ってるんですね。なので、ちょっとインソールになってるんですけれども、そんなに、高くないので、多分、足長効果とかとしては、スタイルアップして見えるのは、いつも履いてる黒いブーツの方が、足が長く、スタイルがよく見えると思います。でも、まあ、こういうふうにちょっとこう、柔らかさを出したい時とか、カジュアルダウンしたい時とか、まあ、いいかなと思います。今日ちょっとこんな感じにしちゃいました。なので、まあ、スタイルアップして見せたい時は、黒い
ブーツの方がいいかなと思います。ベージュのアンテプリマのスウェードっていう感じですね。でリリーブラウンの、ちょっと個性的なワンピース、チェリーピンクのような感じですね。でこれに、ね、この、胸元がクイーニーこう綺麗に開いてるので面白い、本当クイーニーちょっと鋭い部位に開いてるので、そこに、ネックレスを垂らしてね、アンテプリマじゃなくて何だったかな、バンクリーフかな、バンクリーフのアルハンブラをこうね、いつものようにこう垂らしてる感じで、ちょうどここにね収まるので、面白いんですけど、でもこうブレると位置が変わっちゃうと見えなくなっちゃうんですけども、ちゃんとまっすぐ垂らせばちょうどこの V になってるところにストーンと入ってるような、落ちてるような感じになって、ちょっと萌えポイントちょっと可愛いポイント、自分的にですね。で中に着てるのが、前はこちらの黒のような濃紺のような同じ形のデザインなんですけれども、カールパーフレインで2色持ってて、黒っぽいのとこのアイボリー、白オフホワイトと2色持ってるんですけど、すごい重ね着の時本当便利です。七分袖なんですけれどもね、七分袖でこの着方正解かわかんないんですけども、でも薄手だし、ちょうどこの中に着るのにちょうどよくて、チクチクしないので、私がすごく本当に今季重宝していて、今季買ったんですけれども、よかったなと思います。これは普通にね定価で多分買っちゃったんですけれども、でもすごい大活躍してるのでね、買ってよかったなと思って2色買ってよかった、正解でした。今日は白にしてみました。いつもは、大体これだと黒とかに合わせるけど、今日はなんかね、ちょっと春っぽい感じになっちゃったかもしれないんですけども、もう立春って過ぎたんでしたっけ？今日なんかちょっと、こう、マリーに口づけを歌いたかったっていうのがあるんですけれども、1曲目にイエローモンキーのマリーに口づけっていう可愛い曲を歌ったので、なんかそれのイメージ、それに合わせたくって、ちょっとなんか、ふわふわっとした感じにしたくって、白を合わせて、なので、必然的に白を合わせて、もちろん下、黒でもよかったんですけども、なんとなくこう、赤系とベージュも可愛いかなと思ってやったんですけども、結構全体的に本当に、もう、膨張色オンリーになっちゃったので、こういう感じになったんですけども、たまにはね、こういうのもいいかなと思います。はい。なんて名付けましょうかね。冬のプリティスタイル。ですかね。赤かける、チェリーピンクかける、ホワイトかけるベージュの、2月の私的プリティスタイルにしてみました。ちょっとゆるふわな感じですね。はい。なので、このね、救いはこのくびれラインがちょっと緩やかに綺麗に出るシルエットなので、これがちょっと女性らしさを出してくれてていいかなって思います。ここまでこうちょっとダボっとしてたら、ちょっと体型があんまり活かせない感じになるというか、少しまた違う印象になるというか、もっと膨らんで見えちゃうと思うんですけども、このね、ここのラインが少し綺麗なので良かったかなと思っています。はい、これでもう本当プリティなスタイルなので、大人っぽいフェーダー合わせるとまた素敵だと思うんですけども、なんかこれね、もうラブリーラブリーにしちゃいました。すごい子供っぽくなったかもしれないんですけど、いいかなと思って、今日思いっきり可愛いラブリースタイル、バンビの、バンビちゃんからの、ピンクのフェイラー、これちょっとこう赤がポンポンポンって入ってるんですけども、この赤の色とこの私のワンピースの色がほぼほぼ同じなんですね、似てるので、いいかなと思って、ピンクかけるピンクで、すごいなんか可愛い感じになってしまいました。でもまた大人っぽい、柄のフェイラーとか落ち着いた柄のフェイラーをこれに合わせるのも素敵だと思います。ちょっと落ち着き味が出ていいと思います。はい、そんな感じで一応今日ちょっと回ってましたっけ、
周りが足りないかもしれないので回っておきますね。こういう感じですね。こういう感じで緩いながらもこう少しここでシェイクしてるのがミソな感じのワンピースですね。はい、ありがとうございました。ではまた、戻らせていただきたいと思います。今日の美食女コーディネートのご紹介でした。ありがとうございました。